皆様こんにちは、木村よしこです。今日は2023年5月24日水曜日ですね。ただいまの収録時刻は午前11時を少し過ぎたところです。さて今日のテーマはアメリカ債務上限問題の本質と題しましてお送りいたします。何かと話題の債務上限問題、もしも米国債の引き受け手がたくさんいらっしゃるならばこんな問題は発生しないわけですね。まあ、背景には中国の米国債売り金買いが象徴するように米国債を買う方が少なくなっている、引き受け手の不足問題があるのではないでしょうか。そこで FOMC による金利引き上げを継続しなければならないですとか、ウクライナに戦闘機を供与してどんどん戦争をやってくれと有事のドル買いを演出しなければいけなかったりですとかがあるのではないでしょうか。そしてアメリカ企業の思惑としては、戦争経済での利益獲得、まあ現にね、たくさん儲かっている企業がありますよね。そして日本企業からの配当受け取り時には今のドル高円安ではなくドル安円高になってくれたら、アメリカ企業はあるいはアメリカのファンドは日本企業から配当をもらうときに為替差益も獲得することができますよね。なので為替の反転時期、これで予測できるのではないでしょうか。また機種に日本企業を安く買いたいという外資があるならば、7月ちょっとね株式市場が安くなってくれる方が嬉しいですよね。またその時に強いドルがあれば、すなわち何か有事のドル買いみたいなことが起こればですね、これはアメリカ企業にとっては運用のメリットがあるのではないでしょうか。さてですね、注目点です。6月13日14日に FOMC がありますけども、もしもわずかながらでも金利を引き上げた場合はやはり米国債の買い手不足があるのかもしれない、米中対立がこの背景にはあるのかもしれないというふうに考えてみてもヒントがあるのではないでしょうか。さて5月の29日権利付き最終売買日、外資がたっぷりと日本株を買って、そして配当取りの時にまたたっぷりと為替債券を乗っけて配当をもらいたいと思ってるかもしれませんね。まあこんなところは講演会でしっかりとお話ししていきたいと思います。さあ今日の注目銘柄は、ずっとですね増益基調が続いている4318人材派遣会社のクイック、現在2053円どころですけども予定配当72円、専門職の人材派遣が業務です。そしてですね NTT ですね、なんと6月28日1対25の分割、現在の株価から換算すると1万6400円で NTT が買える、これは大きいのではないでしょうか。というわけで今日もぜひこの2銘柄研究してみてくださいね。